ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われせ姫君、続きやっていきたいと思います。佐藤優也さんからのコメント、4年前の動画と見比べしていますが、金のブレスレットについて同じ説明をしていましたね。時が経っても変わらないものがありますね、ウポツでした、というコメントをいただきました。そうですね、基本的には何も変わってないよね。本人が本人だから。でもそっか。4年前の自分と今の自分じゃ経験は違うのか。経験っていう意味では違うけれども。基本的な本質はやっぱり変わらないですからね。名前も変わりましたが、結局誰は誰であり、千早は千早であるということなんですよね。はい。もう一つコメントいいですか。オセアノン戦のパートだったんですけど、RPG ラッキーセブンさんからのコメントで、オセアノンはパターン行動ですよっていうコメントいただきました。この時点で、多分オセアノン、ここでポンと見ちゃった人は申し訳ないんだけど、オセアノン戦のその行動パターン、わかります。あるみたいですね。火炎攻撃、なぎ払い、攻撃、なぎ払い、攻撃、火炎の順番らしいです。へーだよね、これね。これどの時点で倒した？攻撃の時点で倒したのかな？だからあそこで、魔人斬りもし当たってなかったら、死んでた？燃え盛る火炎で。多分そういうことだったんでしょうね。だからラッキーだったっていうことが。よく知ってますね、パターンコードとか。どうやって調べれば出てくるんだろう。ドラクエ8オサエアーノンとかで出てくるのかな。コメントありがとうございました。よし、じゃあ、行きましょう。バトルだ。ん？おお、そこのお前ら、見かけない顔モグが、わしの歌を聞きに来たモグか？いえ。何？違う？わしの芸術の友、月影のハープを奪いに来たモグか？はい。もうぐぐ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 ぐヤンガスも貯めます。んゼシカピオリム貯めてからピオリム打った方が確か良かったような気したな。貯める一段階貯めましょう。スクルトってどうなんだろう。これもやってみるか。あ、でも元々のあれが分かんないからな。とりあえずスクルト打っとこう。4体5体いるからね。さすがに芸術スペシャルん？なんだ？これ何なんだろう？何の状態以上？あ、何？味方混乱だ。味方もでも混乱するらしいな。げ、強っ。これやばいな。早めにスクルト打ってもらえないと。ククール素早いはずなのに。やばいやばいやばい。無駄にダメージ受けたくない。いや。やばいやばいやばい。一番最後行動っすか？一番早そうに見えるんだけどな。守備力全然増えない。こんなもんか。貯める、あ、待って。ゼシカはここでピオリムを打って、もう一回スクルト打ちます。あー、やっぱ一個貯めてると全然違うな。うわ、強っ。うわ、ピオリム打ってもまだ負けるのか。でもここでスクルト入りましたね。よし、オッケー。ヤンガス貯める。そうですね、貯める。ここで主人公貯めて、ヤンガスも貯めて、バイキルと主人公に一旦打って、そうですね、ククールは一旦回復役に回ってもらおうかな。ゼシカが怖いんでね、ドンモグーラの攻撃がゼシカに入ったら今ワンチャン死にかけるんで、であとチビモグラたちのダメージどんなもんかわかんないから、ゼシカは守りきらないといけないんでね。オッケーオッケー。貯めてきたね。 D が貯めてきたか。逃げたな。ボス戦で逃げるとかあるんだな。テンション貯めた状態はちょっとまずいっすね。さあ、でも50貯まったんで、ここで一旦ブーメランに変えます。で、持って、カブト割りをドンモグーラに入れて、バイキルトをヤンガスにかけます。で、ヤンガスちょっと危ないんで、ポイミ。
デスクは先に行動できるからありがたい。よし、オッケー。あー、でも D 残ったか。カブト割り。ドン。425。相当来たね。バイキルとかのテンションは強いな、やっぱり。おお、20まで上げてきた。これは逆にありがたいかもしれない。お、これは強そうだ。うわ、強っ。これは、ちょっと考えないとダメですね。ベホイミで、そうですね。主人公行ったんだな。で、ヤンガスは、あ、カブト割りで、ドンモグーラ。ゼシカは、イオで、モグラの子分を倒す。で、ホイミで、ククール。やばいな、次どんな攻撃来るかによるな。ちょっと怖い。間違えたね、ヤンガスはためるが正解だったな、ここは。HP 多分800くらいあるから、あと300くらいですね、予想。ふふ、怖え。でも助かった、通常攻撃で。で、ホイミ、ヤンガス、ためる、ためる、ホイミで、OK。これで体勢整った。もう一回ヤンガスにベホイミ入れないとやばいかな。どうかな。スクルト2回かけてもこんだけ食らわしてくるか。相当ボスの攻撃力高いっていうか、こっちの防具が弱いのかな。お!仲間呼ぶのか。いや、でもいいや。それはいいかも。貯める、貯める、貯める。ヤンガスを回復。あ。レベルアップで覚えた技、もしかして武器っていうかスキルのせいで使えてないんじゃないかな。あれ違う?ククールってだってベホも覚えたでしょさっき。使えないんだけど。あ、うわ。一番混乱して欲しくないところが混乱してしまったな。思えばそうだよな。貯める。多分何かが問題でダメなんだろう。だってベホもないもんね。特技とかじゃないもんね。あ、間違えた、貯めるじゃねえ。50までとりあえず貯まる。20。うわ、あ、4で済んでよかった。もっと食らうと思ったわ。いいよ。そうですね。じゃあ、ここは鉄の槍に戻して、疾風好きじゃなくて、通常攻撃でドンモグラ。で、ヤンガスもう一回貯めて、で、イオで大ダメージを与えていこう。貯める。ザコは死ぬ。オッケー。130食らうか、十分だわ。154。オッケー。多分、あと、200、あと100くらい。ヤンガスが50になる。あ、バイキュート溶ける。まあいいでしょう。ククールが狂っている。そうですね。ここは、ベホイミ、ヤンガス、カブト割り、バイキルと貯めるで。いいね。ゼシカ先に動いてくれるのはすごい助かるね。これヒットポイントも大丈夫だ。これで終わりだ!よし、オッケー。無事勝利。結構危うかったな。レベリングしたのにもかかわらず。え?はい?あれ?待って待って待って。おかしいおかしい。レベルが下がってる。ボス。ボスを止めてくれ。すぐ人のものを盗んじゃうのと、破壊的に歌が下手なのの他は、とってもいいボスなんだ。おう。そのハープは返すよ。だから。ジャイアンとその子分みたいなポジションだったんだね。まあ勝ててよかったけど、ちょっと待って、おかしいおかしい。もう皆さん先に見てると思うんだけど、トロデーン城でレベリングしてる動画見たと思うんですけど、その時とレベルが変わってるぞ。え?なんでだこれ。
俺ちゃんと中断して、あれ中断したのに、あれなんかレベル低い状態でも勝てたからよかったけど、なんだこれ。え？ちゃんと中断して終わって、中断したセーブデータから始め、俺中断したで、セーブデータから始めなかったんだ。冒険するで始めちゃったからだ。だからだ。あ、じゃあちょっとこれで、お、勝ったけど、この動画はこの動画として、このままやって、で、次から、中断したデータから始めて、またレベルの高い状態からスタートします。まさかの状況。じゃあもう一回裏でドンモグーラを倒すっていうことになるのか。なあ、びっくりした。よかった。今自己解決できてよかったわ。ちゃんとレベル27の主人公がいると思うんで。だ結果、オーライだったね。これもしかしたらね。レベル低い状態で戦えたから。結果オーライだったかもしれない。はい。ということでですね。今すごい困惑しちゃってますけど。今回はここで終わらせていただきます。はい。で、この月影のハープをいただいて、あ、ここに来ちゃったけど、一回パバン王のとこに行って、で、その後、石回りさんのとこに行くっていうのを次回の動画でやりたいと思います。今回はここまでです。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。